ミラー軍はアメリカ合衆国アーカンソー州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は43,462人であり、2000年の44,43人から7.5%増加した。軍庁所在地はテクサーカナ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ミラー軍はテキサス州、 テクサ・ーカナ市とアーカンソー州の同盟市で作る大都市圏を構成している。1820年4月1日に初めて設立された時は州内で6番目の軍であり、アーカンソー準州初代知事のジェームズ・ミラーにちなんで名付けられた。またそれ以前に作られた軍はミズーリー準州時代だったので、アーカンソー準州が組織化されてから初めて作られた軍でもあった。 ミラー軍は1838年に一旦廃止され、1874年12月22日に隣接するラファイエット軍から分離して再設立された。テキサス州に隣接しており、テキサス州は州税の中で個人の所得税を集めていない。ミラー軍住民はテキサーカナ地域に住んでいなければ、アーカンソー州の個人所得税を免除されない。北隣にある リトルリバー軍と共にレッド側によって、州内の他地域と隔てられているという、地形的特徴がある東記念庭園墓地、テキサーカナ市内にあるミラー軍は1820年の設立であり、当時は現在の軍域の他に、テキサス州のボーイ軍、レッドリバー軍、ラマー軍、ファニン軍、カス軍、モリス軍、タイタス軍、フランクリン軍、ホップキンス軍、デルタ軍、 ハント軍までを含んでいた。1831年、軍庁所在地は現在のテキサス州、クラークスビルに置かれた。アーカンソーが州に昇格したのと同じ1836年にテキサスが独立を果たし、ミラー軍がアーカンソー州とテキサス共和国双方の議会に代表を送っている地域では国境論争が起こった。テキサスはその地域で1837年に レッドリバー軍、1838年にファニン軍を創設した。アーカンソー州はこれに反応して、ミラー軍住人がテキサスで役人になることを違法行為とし、軍長をファニンに設立した。この動きは最終的に成功しなかった。テキサスは1845年にアメリカ合衆国に併合され、テキサス州とアーカンソー州の宗教が確定した。 ミラー軍の軍域の大半はテキサス州となり、ミラー軍は残っていた領土をラファイエット軍に戻して、敗軍になった。ミラー軍は1874年にラファイエット軍から分離して、再設立され、レッド側を北と東の境界にした。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は637.48平方マイルであり、 このうち陸地623.98平方マイル、水域は13.50平方マイルで、水域率は2.12%である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アーカンソー州の軍はさらに軍区に小区分されている。各軍区には、未編入領域と、編入渦み自治体がある。現代の軍区には、 その維持目的が限られたものになっている。アメリカ合衆国国勢調査局は軍区をもとに人口を集計している。また経図調査など歴史的な目的には価値がある。一つ以上の軍区に入っている町や都市は統計調査に基づいて扱われる。ミラー軍の軍区は書きリストのハックであり、その中に含まれる町や都市を括弧書きしている。ありがとうございます。